もしもし。もしもし。お久しぶりですよ。お元気ですか？暴力もないけど。美しい名品が生まれた。ありがとうな。どうも。どうも。いいじゃんね。ゲーム一緒にやったら。最近なんかクルージさん少しずつ元気になってきてね。よかったよかった。あ、このクリコさんって本物かな？復活されたのかな？やっぱだんだん辛くなるよね。課金ゲーだからね。そんなに言ってもやり込んでないから。あ、これ流行りのゲームのうちに入るんだ。あ、そっかい。まあ、そのうち、なんかやらん、なんだろう。まあ、放送したくない時とかやる系になると思うよ、これは。いくらやっても終わりがないでしょ。こういうゲームって。またよろしく。ん？シャルタンって何？さあ、挨拶しまーす。1個目さん、知らないさん、3個目さん、サクさん。のどぐろさん、19個目さん、25個目さん、ドナルド・トランプさん、30個目さん、31個目さん、33個目さん、ね、さい。なんか今42回ぐらいまで行けば、クリアなんだっけ。待ってたぞ、キノコの力を信じる、どうしよう。42回だっけ。私まだ11階までしか、行ってないよ。外に出たとこで、あ、ドナルド・トランポリンさん、今日嫌よじゃないんだね。いらっしゃい。11で、あとは、周り、他、なんていうの？素材集めとキャラ作成してる。それ以上はもう進んでない。なんていうの、襲撃に備えるために、キャラ作成と、襲撃めっちゃやってた。放送しないでやってた。それで良いか？それで良い。いや、なんか襲撃に備えておいて、んで、っていうのがちょっと楽しいか、なんていうの、キャラ作成を楽しむゲームだよね。どっちかって言ったら。それで良いか。それで良い。15% 以下の時なんかほとんどないもんね。あ、そうなんだ。貼りたいけどなくなっちゃうのがね、メインキャラじゃないから。なくならないやつ貼っとけばいいかな。
後で張り替えればいいもんね。これ今、まあ、またキャラ作成をしてるっていう感じですかね。で、あと武器を育ててる感じ、素材集めとかな。死んだ時にその場で復活は有料だけど、後でお金ってゲーム内のお金を払って復活だったらリアルマネーは使わないで大丈夫。時間はかかるけどね。だからそれだったら別にいいから、遊べるからそれでいいかなみたいな感じかな。ちょっとこの人レベル弱いから素材集めしながら普通に登っていきますね。その場コンテって何？おとといから始めた。面白いよね。多分その行き詰まるまではもうかなんていうの ?23 回まで、うん、キャラ育成だね。そんな行かないって11回だよ、まだ。上に行ってないもん。もうぐるぐる回ってるだけ。キャラ作成のために。それだけで楽しいもんね。暇つぶしみたいになっちゃうけど、まあ楽しんでね。ね、楽しいよね。そう、襲撃っていうのもあるから、楽しめるよね。そう、漠然とやっちゃうよね。別になんか目的とかなくてもやっちゃうよね。ログインボーナスとかもあるしね。あ、そうなんだ。え、ジャッカルズ倒すって、え、課金してる系？はい、バーイそんなにリアルマネー使ってるの？それは強いわ。瀬戸際子って何？フォーナーやらないよ。なんでなんかフォーナーってみんな言うの？やらないって。やらないし、バイオハザード7もしばらくやらないし、ニオーもやらないし、言ってるじゃん。新しいの見たかったら他の人のところに行ってくださーい。頭壊れたのかな。え、やんないやんない。私ニオーとかフォーナーやるんだったらあれやりたいもん。ファークライ4やりたいもん。ファークライ4と、あとあれ、まだ完全版出てないけど、フォールアウト。フォールアウトやりたい。直結はしないんじゃない？結局育てなかったら意味ないもんね。あ、ため攻撃ができるようになったんだ。なるほどね。めちゃくちゃ強い。
フォールアウト4は終わり見えるよ。進めば進むほどデスコイン使わせるよね。そうだろうね。そりゃそうだよ。だって無料でどこまでもできるわけないよね。な、こういうゲームが。まあいいんだよ、楽しめるとこまで楽しんで、あとはもうやめていいゲームでしょ。今の倒し方リアルで。そうそうそう、特殊攻撃はまあまあグロいけど、そんなもんだよね。30個の500円、いやー、それもわしは課金したくない。200円以上課金したくない。購入費とその10個100円のやつ買っただけ。それ以上わかんない。あ、三毛猫さんいらっしゃい。いや、課金したら強くなるとかではない。結局育てないと意味がない。93コミさんおやすみ。91コミさんおはようじゃないわ、ワクチュー。ああ、ひっくち必殺技使うとね、物によるんじゃない。でも武器の多分アイロン強いよね。今私アイロンとハンマーとバットと弓矢が20までいったから、他の武器をちょっといろいろ育ててる。素手と、あ、盾にもなるんだ。食べ攻撃できないか。3体同時に来たりするね。え、そうだね。アイロン、そういう時便利だよね。あららら。うわわわわ。オッケー。さあ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 。どうしよっかなぁ。どうしとくか。できなかった。フェストはめんどくさいね。わかるそれ。この襲撃何回もやってるよ。この技微妙だよね。この人のこれ一つ前の武器、この武器の必殺技全然良くない。防御あできるよ。もし自分の地域で結構上位の
れだわ。お、首が吹っ飛んだ。結構上位にいるわ。16位だわ。500人中16位だわ。敵撃破数がね。もう課金してないよ、全然。かわいさま？マジでガサの殺し。いや、でもあれ、順位上がるのかな？なんか上がってる気がしないんだけど。もしかしてなんか、順位新しいランクのキャラ。あ、そうなの。あー、そうなのかね。そうだね。いや、でも結構ね、そんなに育ててないキャラでも防衛成功ありえるね。あとね、防衛の場合なんか割とね、素での人強いような気がする。あ、ディフェンダーがいいの。でもディフェンダーって言ってもレベル2のディフェンダーって作れなくない？ないよ。育成できないくない？そうそうそう。え？パソコン版じゃないの？ PS4 だよ。パソコン版なんてないんじゃないの？ホームに5人。いや、推しはホームに4人で部屋に3人置いてる。自分まで転んだ。あー、キノコ PS4 版、うん、いや、だからダウンロードだって。ダウンロード108円だよ。 PS4 のパッケージ版が 3月なんだよ。ダウンロードだって108円だよ。ただ未成年者が購入できないようになってるっていうだけで。そうそう、パッケージ版だと7000円ぐらいするでしょ。そうそうそう、クレジットカードがないと購入できない。
ランキング1。へぇ。熊吉さんいらっしゃい。あ、クレジットカードで？いや、これ子供にはダメだよ。首切ったりするんだもん。いや、だからバイオハザードも、とか、ニオーとかフォーナーはやらないって言ってるでしょ。しばらく、もう新しいのばっかりやりたくないよ。何回言ってるの？ヨーヨー？ヨーヨーは、わかんない。今んとこないけど。だから興味持ったやつしかやらないって。自分で興味持ったやつだったらやるけど。うわぁ、これもう。いや、流行りだからやってるとかじゃないって、もう腹立つな。めんどくせえな、そういう説明が。いちいち。やる人がよかった。流行りばっかりやる人のとこ見に行けよ。めんどくさいから。本当にもう。私は自分が興味を持ったやつしかやらないって言ってるでしょ、昔から。あとは、大体は、完全版が出てからじゃないと買わないよ。だから、フォールアウトすごいやりたいけど我慢してるんじゃん。フォールアウト4も完全版が出てから買うの。みんながなんかもう忘れ出したぐらいに、忘れ出したぐらいで買うんだって。おぉ、あんたか。なんか新しいの出てすぐ買うとか、買ってすぐ放送するって。そう、なんていうの、ダークシリーズみたいにずーっとなんか昔からやってるやつだったら、やるっては思うかもしれないけど、そうじゃなくて突発的に出たやつとかだったら、別になんか、後々でいいじゃん、なんかその流行りばっかり乗らないで。やってる人も多いし。条件はないんじゃない？たまたま来た時だけでしょ？多分、わかんないけど。いや、もう最近なんかだってバイオハザードやらないのとか、フォーナーやらないの、ニオやらないのっていうコメントが本当に多くて、もうイライラしさ。今これやってるんだからやるわけないだろうが。やるんだったら最初からやってるわ。質問してるわけじゃないのはわかるけど、だってこれを放送してるのに何々っていうゲームやらないのって、やらないだろってやってるんだからこれって思っちゃう。もう
風。なんかなんていうの、そういうのもなんか、いや、そうそういうのも丁寧に返す生主さんはすごいなと思うけど、私は別になんか放送ってなんか楽しくとりあえずイエーイって言ってやってるだけだから、なんかそうなっちゃう。なんだろう。すごいよね、あの、怒らない人たち。すごいなーって思う。すごいよね。いや、ほんと優しい人なんだと思うよ。いや、私多分ね、優しくないから。うん、いや、何が NG なの？プロの、なんていうの、ね、女優さんとか、芸能人の人とかだったら、テレビだからとかって思うのかもしれないけど。ねえ。いや、だから大変だと思うよ、そういう人たちって。自分の感情を、抑えてるわけでしょ。もう性格悪いと思ってくれたらいいよ。性格悪いんだと思うよ。いや、ぶっちゃけ。いや、ぶっちゃけ、ほんとなんか私は性格悪いんだと思う。自分で。だから、すごい、かわいい。何でも、なんか、優しく接してくれる人がよかったら、まあ、そっちの方がいいんじゃないのかなって。そうね。ため攻撃いいね。初めて使った。まあでも私は、なんか私が悪いところは、
なんかね、機嫌の、なんて、体調が悪い、体調が良いで結構機嫌よしよし変わるじゃん。変わるのと、あと、やっぱなんか、そう。いいよ、もうなんか記念取りしないでいいよ。大丈夫だから。全然。大丈夫だから、大丈夫だよ。みんな機嫌悪いか。いやー機嫌なんか聞いてみよう。いやでもあれでしょ、だってやっぱりなんだろう、天下統一できるんじゃないですか。鶴橋はどんな感じ？鶴橋17、あと3だね。優しいの機嫌取りでしょ。こんななんか優しくする人いないよ。そう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 、結構武器のカースト増えてきた。ねえ、こんな感じだからあれなんだよね。うちのコミュニティって、うちのコミュニティって初見さんに厳しいよね。多分。初見さんに結構厳しいコミュニティだよね。はい、た。あや。あ、どうもいらっしゃい、みんな。よいしょ。まあいいや。いや、性格悪いよな。本当に。なんか、まあ別にな、直そうと思ってないんだろうけど。直そうと思ってないから、直らないんだろうけど。いや、性格は悪いなぁと思うよ。いや、性格は悪いよ。性格がいい人ってコメントの中のやりとりだけでもなんかすごい性格いいなこの人っていう人いない。いや、その何放送しててもテレビなんじゃないの。いや、例えばだけど、あのどまあ、放送もそうだけど、
か例えば動画の人とか。勘違いだぜ。いやー、どっぷり使ってるって言ってもプライベートとネットとで住み分けてる人いるじゃん。結局ネットって趣味でしょ。なんかイコールになっちゃってたらそれはあれかもしれないけど。ちょっとでマックスだね。ねえ、ネットで性格いいって思われようと、昔は多分してた、私。私、昔は多分ね、可愛く見られたいっていうのがすごいあったと思う。だから喋らなかったし、可愛く見られたいと思ってたよ。いや、だって可愛い人を見て、あ、自分もちょっとやってみたいって思ったのがきっかけだから、わーっと思って、で、その人になりたくて、ちょっと可愛い、こう、ぶりっこはしないけど、なんか喋、ネタアイドルじゃないけど、あ、どうもいらっしゃい。喋らないし、喋ったらね、なんか、いや、とりあえずは、猫かぶりしてた。なんだろう。なんだろうね。とりあえずね。当時は喋ってなかったよ。いや、ぶりっこはしてないよ。めんどくさい。いや、でもわかんない。わかんない。始めた当初は、どうなの?初めの頃を知ってる人いる?うちの BSP の人たちは知ってると思うけど、今日いないでしょ。敬語は使ってた?使ってたのかな?今も使ってますよね。リスナーの皆様。皆様。私は常に、敬語を使っておりまする。よいしょ。あー、レモンズソウルは初期だよ。レモンズソウルは初期だね。いや、でもレモンズソウルの時ってね、30分ずーっと喋らないとか、しょっちゅうだったよね。わーわー、ハンターが送られました。だって最悪。強い武器何も持ってない。
具合そうなのかな。いや、わかんない。いつ頃ですかね。さっきから、え？一気ね。懐かしいね、一気。あ、ハンター来たからこれ持っておこう。ああ、そうなのか。アモアニャンと、大会出たとき？あんな意識だね。言おうと思って言わないよ、そんな。頭おかしいじゃん。ね、生きるか死ぬかの。生きるか死ぬかのゲームなわけで、そう、やっぱね、生きるか死ぬかをかかってるゲームって叫ぶよね。使いづらいな、ホッケー。ホッケー超使いづらい。叫ぶでしょ。受付嬢の仕事ね。いや、出が遅いよりもリーチが思っているよりすごい短い。前に買った、本当だね。自動のやつね、昔持ってる。ビーンっていうやつでしょ。あいつじゃない？ハンター、いた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 。ハンターいたいた。後ろにいるんかーい。どうしました？やばい、あいつ。よし、ちょっと本気モードで攻めるか。絶対強いでしょ。よし。危な。レベル低いからね。今レベル7だもん、だって。今日？ちょっと待って。今日ピンク。今日ピンクでした。うわ、じゃないの。なんで嘘なんだよ。いや、ピンクも切るよ。ピンクも切るよ。いや、でも一番のお気に入りは、最近はしましまが結構好きですね。しましまが。白と黒の。なんで無茶してないよ。全然無茶じゃないでしょ。かわいいよ。見せらんないけど。ステイサムと、ヒロシと、あと、
なんだっけ、なんだっけ、誰だっけ誰だか忘れた。オグリシュンにしか見せられないけど、ね。オグリシュンも多分だけど、年上のしか見たくないって言ってると思う。ヒロシはもう憧れの人だよね。いや、あのヒロシは憧れだけど、小栗旬はなんか彼氏みたいなね。まあ、そんな感じかな。よう、あんたか。え、それ大丈夫じゃないかな。超大丈夫やから。またよろしく。いや、思ってる。オグリシュンも、思ってるかな。あ、ヒロシは旦那だよ。ヒロシは旦那で、オグリシュンが彼氏で、ステイサムは、あの、不倫相手みたいな。愛人みたいなね。え、なんでそんなひどくないでしょ。いらっしゃい。え、まるまるやらないの。え、どういうこと？なんで眠くなってきた？阿部寛結婚してるよ。見せてみな。30歳ぐらい下だっけ？あ、違う、十何歳下の人だっけ？20歳ぐらい下の人と結婚したんだっけ？いや、忘れちゃったけど。うん、すごい、なんていうの、わしよりは上の人だけど、ヒロシだって結構歳いってるさ。うん、そうそう、20歳ぐらいは違う人だったような気がする。覚えてないけど。違うわ。なんでそう、微妙にじゃないわ。なんでそう上げようとするの、わしの年齢を。5歳じゃないわ。8歳ぐらい上げようとするの？わしの年齢を。またよろしく。よう、あんたか。34じゃないって。で、マジで。なんでそう、なんか本当にあげようとするんだって。私、今年26だよ。ちょっと待って、目が痛い。ちょっと待ってね。目舐められたら気持ち悪い。あ、ちょっと待って、目痛い。
よいしょ。ふぅ。34じゃないよ。なんでそう上げようとするの、私の年齢を。いや、ぶっちゃけ言うけど、まあ、ぶっちゃけ言うと、26よりは上だけどね。26よりは上だけど。よいしょ。だから26.5 みたいな。ちょっと待って、目が痛い。そんな足大きくないわ。何の夢？ああ、なんか目がすごい痛い。みんなのせいで。ありがとうな。みんなのせいで目が痛いわ。え？ありがとうな。みんながいじめたから。トシエっていう純粋な生き物をいじめたから、まあ悲しくて涙が出てきた。気持ち悪いな。ありがとうな。ああ、ほんに甘い。メガネじゃないよ。ありがとうな。励ましてあげる。あ、だめ、目が嘘。もう目が。眠くなってきたのかな。またよろしく。って？はい、そうなのかな。わかんない。たまにするとは思うけど、喉痛い、イガイガするし。はぁ、眠い。ゲホンゲホンはするね。喉すごい痛くて。ゲホゲホは結構してるよね。ちょっと待ってね、すっすごい目痛いんだけど、なんなん？あー、目が痛い。あー、なんかすごい涙がポロポロ出ている。ポロッポロ出てるよ、涙が。ああ、みんながいじめたからなんさ。みんながいじめたから、悲しくて。って、悲しいよーって泣いてるんだよ、多分。心の中で。で、目に涙が溢れちゃったみたいな。心優しい年では、みんなのせいで。超、あれって演技派女優だよ。超演技派女優だから、マジ。今、大丈夫。わざと2本目を取らせてるとこだから。じゃあ、ヒント。もし倒すことができれば、もちろん何かドロップする。へぇ。ジャッカルズ倒すとドロップするんだ。
一撃で死ぬから無理だよね、倒せるなんて。相当育てきった人とかしか無理でしょ。はい、どう思いますか。私に聞いてもゲームのこと何も知らんけん。ゲームに関しては名人に聞いてね。何もわかんないからごめん。あーごめん、顔出ししちゃった。うっかりうっかり、てへへ。あー顔出ししちゃったよ。うっかりうっかり、うっかり屋さんの年へ、てへ。あー目が痛い。よいしょ、やばいやばいやばい、目が、私は本当に目が痛い。ちょっと待って、本当に目が開けらんないぐらい痛い。片目だけ開けてるもん。終わろっか。じゃあ目痛すぎて。少々わしもそうなった。どうもいらっしゃい。うん。大丈夫だよ。目が疲れすぎたんじゃない？待ってましたよ。わかんないけど。早くやりましょう。よし、さあ今日はここはこれで終わりかな。という感じでしたね。もうゲームはもう終わるけど、ちょっとおしゃべりしようか。どうもいらっしゃい。かわいいでしょ。よいしょ。何追加料金。よいしょ。まあでも喋るって言っても、私喋るの結構苦手だし、まあ喋ることもないんだけどね。なんか、何もないよね。私も別になんか聞きたいことがあるわけでもないし、話すこともないんだけど。どうしたかった？アンティルドーンはね、土日のどっちかだね。なんか時間ちょっとゆっくり取れるときじゃないと放送し、ないと思う、多分、アンティルドーンは。なんかゆっくりやりたいじゃん。だから土日とかじゃないかな、わかんない。突然撮ると思う。いや、特に別になんか話すこともないんだけど、なんだろう。いや、とりあえずなんか、いや、なんかよく言うけど、よく言うじゃないですか。別になんか話す内容とかなくてもいいかな。とりあえずなんか誰か、他がいるんだなって思うだけでちょっと満足。でもそういうのあるでしょ。とりあえず今その、まあ、パソコンを介して向こう側にみんながいるわけでしょ。まあ、どんな人がいるとかも知らないけど、なんか、とりあえずなんか繋がってるだけで結構、満たされる部分はあるよね。
なんか会話はしゃべ、なんだろう、いや別に寂しがってるわけじゃないけど、そう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 、みんなハゲなんだろうけどね、みんなハゲだろうけど、文字たちです。まあ、みんな生ハゲでハゲだろうけど、なんか汗ばんで臭そうなハゲだろうけど、ね。どうするの？本当に、だからって。え、もし本当にザリガニだったらどうするの？ジェシーちゃん、本当に牛がザリガニだったらどうする？ザリガニが喋ってたらどうする？食べるじゃん。全員合わせて向き合う50本。よいしょよいしょ、かゆかゆかゆ。足がかゆかゆかゆ。ほんと何も話すことないんだけど、かゆ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 、か、買うの？え、上は今してないよ。で急に上は寒いの。よいしょ、かゆかゆ、なんだすごいかゆい、なんだかゆ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 、かゆい、だっね、ブラはつけてないけど、あの、パッドが入ってるやつは着てるよ。ブラトップっていうか。まあ、ユニクロのやつじゃないけどね。あ、違う違う。ユニクロのやつじゃない。から名前は違うかもしれないけど、垂れてないよ。島村じゃないけど、何どうでもいいとか言いながら、え、じゃあ見るって言ってバッてやったら見るでしょ。え、どれ見るって言って、よいしょ、どうして、じゃあいいよ、いやでも、今画面に見えてる、かわいい、牛の顔があるじゃん。もうこれそのものだから、この人が今、まあ、着物を着てるけど、まあ、この着物を着てる人が脱いでるって思ったらいいからね。よいしょよいしょ、え、いや割と似てると思う、本当に。あのすっぴんはこんな感じだよ。
なるほど。筋質、顔足で。あ、着物の中に刃物？あ、なに、わしの、あ、わしの、バディが、切れ味すごいみたいな。あ、どうもいらっしゃい。え、違う、音速丸さんに書いてもらった。おこぼれしてないよ。もう、磨いてるから。いつか、見せなきゃいけない時が、来るから、もうね、6年以上温めてるから。6年ちょっと温めてるから。あ、いや、6年ちょっとも経ってないな。6年いくかなぐらいかな。温めてるから。いや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 。うるさいなもん。もう研ぎ澄ましてるかな、研ぎ澄まされてるかな。もう、うるさいな、もう文句ばっかり。そんなこと言って、そんななんか、文句ばっかり言ってるけど、虫が目の前で脱ぎ出したら見るでしょ。ぶっちゃけ基盤でないわ警察確かになんでえ、わし、え、でもわしぶっちゃけでも結構自信あるけどわし結構結構自信あるけどなうるさいのも殺傷能力いやいやいや体型維持は本当にね結構気使ってってる方だと思うよ。本当に、ちょっと最近ちょっと痩せてきちゃったけど。みんなは全然。そうだね、でも今はストレッチぐらいしかやってないね。ストレッチもね、もう毎日やってたんだけど、何年もね。こう、ま、そっか、体操やってた時から、だから小学校の時から毎日ストレッチ、ずっと毎日やって、ま、大学もそうだし、社会人になってもずっとやってたんだけど、ここ2年ぐらい少しサボり気味かもしれない。20代の時より体重全然増えてない。逆に、ちょっと減ったかな。ちょっと減った。この20代の時よりじゃないわ。27だって。今。いいじゃん、いくつでも。
いくつでもいいでしょ。781コミさん以来じゃん。いや、私はどうだろう。筋肉がでも落ちてきてるから、体重はね、変わらないし、逆に落ちてると思う。肩幅は普通の人よりはあるかもしれないけど。なんか、体操をやってたから。でも、やっぱり足とかは、なんか少し残ってる。あ、なんかやってたね、テレビで。そうだね。普通の人と比べられちゃうとね。あるよ。いや、だから足とか出すの嫌だもん。見せたくないもん。正直。普通の人じゃないねってどういうこと？どういうこと？いや、大学は体操やってないよ。高校総体で引退して。そこからは、大学は全然関係ないサークルに入って、全然関係ないサークルに入ったんだけど、なんか結構なんか出会い系みたいなサークルだったって、なんかそれが嫌でやめて、で、いや、ほんとなんか男女の出会いみたいな感じでやめて、面白くなくてやめて、それからは別に何かに入ったりとかはしてないけど、まあ、あんまり言いたくないから言わないけど、まあ、個人的に、まあ、なんか、なんだろう。まあ、言わない。大学の時でしょ？いやー、どうですかね。いや、でもなんかいろいろあったよ。なんか大学の時に、なんかその先輩から、なんか、私は全然なんか霊感とかもないのに、なんか、そのサークルのね、先輩から、俺んち、なんか出るんだよ、みたいな。なんか心霊現象みたいな感じで、みたいな。ちょっと見てくれないか、みたいな感じで。なんか言われて、
でもそれについていったわしも悪いんだけど、その人なんか、なんていうの、二輪に乗ってたのね、その人ね。ねえ、乗せてもらって、その時、私何もなかったから、自転車しかなかったから、乗せてもらって、その人の家まで行って、いや、別に何にもないですよね、みたいな感じで。いや、でも、なんか、ちょっとなんか身の危険を感じて、逃げたことぐらいはあるよ。その時覚えてないよ。いや、なんか、いや、そんななんか下手な言い方じゃなかったと思うけど、内容としては、なんかとりあえず、なんかね、前後を飛ばしたから下手に聞こえるかもしれないけど、なんか心霊のお話みたいなのになって、で、その流れで、実は俺んちさ、みたいな。絶対いると思うんだよね、みたいな。寝てて起きたらカーテンが開いてたり。とか、なんかすごい、なんか、そういう、なんか、興味を持つ話をし始めて、っていう感じ。ちょっと待って、何なの？私が、レイ？いや、ハマってないけど。いや、大学の時くらいかな。なんかそういう、ホラーちょっと興味出始めたのは。その、人も含めてなんだけど、とある、その有名な、心霊スポットに、行くことになったのね。みんなで。行って、で、私はなんかなんていうの、そういう、なんか、心霊体験とかっていうのとか全くないから、なんていうの？霊感とか何もないから、別に何もなかったんだけど、その時はさすがになんか車で行ったんだけど、乗せてもらってね。車から出られなかったの。なんかすごい気持ち悪くなって、でもみんなは、じゃあ行ってくるわーみたいな感じで、出てったんだけど、私はなんかもう、なんかすごいなんか気持ち悪くて、動けない感じ。で、みんなは行って、なんか、その心霊スポットで、なんていうの、まずふざけてきたのか、写真撮ってきたのか、忘れたけど、なんかそういうのは言ったことがあったんだけど、なんだったかな、なんかその後、なんかね、その行った人たちになんか怒ったんですよ。
忘れちゃったけど、なんかそれからなんかそういうところに悪ふざけていくのは本当にこう良くない、怖いと思ったのはそれがきっかけ、それがきっかけかな。なんかそういうところに遊び半分で行くとなんか怒るっていう。いやそれはそんな何年もいないでしょ。いやもう覚えてない、全部忘れちゃった。多分怪我したりだったと思うよ。なんかみんななんか同じようなだったような気がする。ねえ、なんか一個だけ覚えてるのは、その実はそのなんか、まあ、誘ってきた、その先輩は、なんかその場所に、その自分たちだけで、なんか男子だけでも、なんか私らと行く前に、もう行ったみたいなんだけど、その時に一緒に行ったうちの一人は、交通事故で亡くなったんじゃなかったかな。入院したって言ってたのかな。なんかとりあえずなんかすごい大事故が起きたのか、いや死んじゃったか生きてたかは覚えてないけど、なんかあったっていうのは聞いたような気がする。でももう覚えてない、全然覚えてない。いやだから面白いよって言ってなんか連れて行かれたんだけど、私はもうだからそういうとこは行かない方がいいんだなってそこで学んだ、若かりし時。いや、もう覚えてない。内容はもう全然覚えてない。大学の時はね、キラキラしてない。だって、大学の時は、まあ、高校の時の方がキラキラしてたと思う。大学なんて、もうなんか大学3年、4年、大学3年4年なんて、あれだよ。すっぴんで大学行くときとか、あったし。でも別にいいわ、みたいな。いや、ゲームなんてあんまりやらなかったと思う。いやだってもう別になんか誰かが見てるわけでもないしみたいな。ただそのなんか彼氏がいたから、彼氏の前ではちょっとよく見せようと思っていた、その時はね。いや高校の時はすごいキラキラしてたと思う。なんだろう。もうほんとなんか勉強と体操くらいしかやってなくて、そんな時に、その、なんていうの？まあ、深いお付き合いをするような彼氏ができて、で、なんて言ったらいいのかな。なんか、
多分今思うと、そのなんか、なんだろうね、その、本当になんか勉強と体操の行き来しかしてなかったから、家とね。だからもうそのなんか鬱憤じゃないけど、その彼氏と会う時間が、なんか唯一の、なんだろう、楽しみみたいな、な感じで、キラキラしてたような気がする。あんまりなんか、いや違う全然。結構遊び人、なんか結構遊んでるような感じの人だった。かなぁ。今思うと。あ、そうそうそう、よく覚えてるね。そうそう、その人は他の高校のサッカー部の人で、そうそう、よく覚えてるね。そう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 。私、東京生まれ、東京育ちだから。いや、なんで。私の何も知らないでしょ。私の何も知らないのに、ハテナとかよ。東京生まれ、東京育ちだって。じゃ、マジでマジで。今おすすめの場所は代々木公園。代々木公園ですかね。代々木公園ありますよ。代々木公園ありますよ。引っ掛けようと思っても、あれですから。私フリーマーケット好きじゃないですか。私フリーマーケット結構好きじゃないですか。代々木公園で、フリマがたまにやってるみたいなね。よいしょよいしょ。よいしょよいしょよいしょ。いや、代々木公園ってフリマやってるかな。せせせ、マジでマジで。じゃ、ほんとに。ほんとほんと。今月も、やるかなぁ。今月もおそらくやるかなぁ。ねえ、おいしいじゃないよ。主催とか知らないよ。まあまあ、そんな。で、そして、なんかこう、まあ、まあ、代々木公園の帰り道に、まあちょっとまあ、周辺をちょっと散策しつつ、帰るみたいなね。まあ、コッシーさんと一緒に、ちょっとお散歩しながらね。いや、それはもうちょっと個人情報っていうか、
プライベートのお話なので、ぜひ控えてもらえますかね。ねえ、よしよし、ほんとに。ねえ、ほんとほんと。ゲームはね、今日終わった。今日はゲーム終わりました。どうもいらっしゃい。口コミも読んでて何？でもゲーム終わった今日は。今日はちょっと終わったから、おしゃべりしようかなって。いや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 。代々木公園の最寄り駅？は違いますよ。ググってないか。ググってないかな。メイクをググってないよ。渋谷だよ、渋谷。そうそう。ユニ公園。いや、違うって。いや、使ってないって。渋谷ですよ。渋谷、原宿みたいなね。日本橋。よいしょ。いやいやいや。いや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 。よいしょ。いや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 。いや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 。いや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 。ユニバーサルスタジオジャパンには2回しか行ったことありません。だって遠いもの、東京からは。あ、ハリーポッターは一度も行ったことない、真面目に。いや、私、だから、私は、あれですから。ディズニーランドは、ありますよ。何度も。まあ、10回ぐらいは行ったかな。まあ、そんなに近くないけどね。そんなに、そんなに近くもないけどね。ディズニーランドは、ディズニーランドは、千葉県。
ほら、合ってるじゃん。ほら、千葉県じゃん。ほら、合ってるじゃん。何をそうやってなんか牛を不安にさせようとする作戦をしてるわけ？うるさいな、もう。ほら。いや、でも、結構言ってるよ。実は。C は2回しか行ったことないけど、ランドは、本当に結構行ったことあるよ。え、だから東京生まれ、東京育ちだって言ってるでしょ？何がおかしいのかな？いや、C は、あんまりよくわかんない。いやー、何ですかね。何ですかね。あ、そう。え、なんで C の方が空いてるんだ。やっぱ歩く距離が長いから。子供用の乗り物とか少ないもんね。たこ焼き器？いや、あるけど。関西電気法案協会でしょ。うるさいな、ま。うるさいな、ま。なに？嘘だ。嘘。え、なんで、全国じゃないの？全国でしょ。いや、気のせいですよ。嘘。え、竹本ピアノないの？へぇ。ほら、やってるぞ。やってるよね。え、ベットラとかは？知らないけど。東丸のうどんスープ CM。 いや、わかんない。
え、知らないです。あ、これはそうです。私でもあんまりテレビ見ない子だから、わかんないです。かわいいでしょ、この絵。そっくり。そっくりです。関東限定の CM?いや、わかんない。何が限定かわかんない。みんな全国じゃないの?そうそう、テレビ見る時間ないし。じゃ、ほんとになんか、テレビ見る時間ないし。佐野薬養鶏大使、大使。何それ。あ、どうも。いらっしゃい。え、博多の塩は知ってるよ。博多の塩でしょ。これ全国でしょ。全国でしょ。多分。でも最近、でもなんか見るんかな。え、博多の塩?あるでしょ。ほら、あるじゃん。あるある。わしが知ってるんだから。あるよ。え、551も、あるから。実は。豚まんは、持っていけないから、ないけど、アイスキャンデーは、別になんか輸出とかできるし、あれんちゃん。もういいよ、うるさいなもん。いや、だから、いや、551は、あのね、美味しさをそのまま届けるために、何時間以上は、出荷できないの、かかる場所にはね。だから、関東とかで、売ってる551って書いてあるやつは全部パチモンなんだけど、アイスキャンデーの場合は、別にそんなの関係ないから、あるんじゃないのかなって。いやいや、常識だから。常識だから。
いや、違うくて、なんか、ちゃんと見ると、ちゃんと見ると、あの、マークが、あって、じゃあ、ちゃんとした、なんか、正式な、551の場合は、宝来っていうマークが入ってるのね。でも、なんか、パチモンは、宝来っていう文字が入ってなくて、551ってだけ書いてあるの。だから、ちゃんと本物を欲しかったら、宝来って書いてあるやつじゃないと、偽物ですよって、いう話が、テレビでやってた。テレビでね、肉まんじゃなくて豚まんだし、なに、なに、なに、なんなの、何もな、なんもないでしょ。いや、豚まんと肉まんは違うから。うるさいもん。むし大阪じゃないし。言っとくけど。東京、生まれ東京育ちだから。うるさい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 、よいしょ、江戸っ子だし、江戸っ子としえだから言っとくけど、かわいい江戸前寿司知らない、興味ない。あ、どうも、まこちいらっしゃい。やばい、知らないってもう。何も知らない。何も知りません。あ、頑固寿司。うるさいもう。いやでもなんか、あの頑固は、
何、普通に食べに行ったら割高じゃないですか。場所によっては、なんかランチメニューがあるところがあって、ランチメニューのところに行ったら、わりかしなんか安く食べれたりはする。お座敷のある店舗とかもあるじゃないですか。そう。見知らない。で、テレビでやってた。もう何をさせたいわけ、わしに。ねえ、あるよね、新宿にあるよね、新宿に。新宿ってあれでしょ、新幹線止まるとこでしょ。眠くなってきちゃったな。怖い話。新宿、あ、わかった。新横浜。新横浜に泊まるでしょ。いや、何も見てないから、ググってない。いや、ググらなくてもそのぐらい知ってるから。に考えてたの。それはこっちもそうでしょ？それはね、怖い話。怖い話とかない。特に。うん。うん、特にない。かな。エスカレーターは、なんていうの、その、土地によって違うでしょ。そんなのはもうどうでもいい。あれだから。
ゃ食べちゃ口臭くない、臭くないでしょ。横浜は神奈川なんですが、ジョシーさんを来てくれ、どういうこと。いやでも、全然話ね、全然変わるけど、寝起きの、例えばね、まあ、彼氏だったり彼女だったり、寝起きで、寝起きにベロチューできる寝起きでベロチューできる、あ、そう。いえ、わかんないね。え、わし、なんかもう、長年、なんかそういうのがないから、もうできるのかできないのかもわからない。わからないんだけど、予想だと、多分したくない。かな。まあ、どうも、イライさん。もうなんかね、想像もできない。なんかどんな感じかが全く想像できない。かなぁ。いや、みんな、何そんなこと言いながらみんなはどうなの？そんな、何？寝起きにベロチューとかしてるわけ？ねえ。なんかそんな、なんか、わしのことそうやって、言うけど、自分はどうなんですか？自分はどうなんですか？ほら、棚にあげて、自分のことを棚にあげて、結局なんか私よりもひどかったりするんでしょ。私のことなんかそんな言いつつも、なんか自分もう似たようなもんなんでしょ。眠くなってきたね。今佐々木のぞみにの彼女と見てる。よかったね。あ、どうも、おはよう、いらっしゃい。おはようなのかな、こんばんはなのかな。いや、ほんとなんか話すことないわ。鼻水出てきたし。はい、何ですか。鼻水出てきた。目痛いの治った。その代わりに鼻水出てきた。鼻水1ミリリットル5万円です。汚い。汚いわ、もう。レイのお話が聞きたい。レイのお話ないって、もうなんかなんか同じ、昔からなんか同じ話をしてるから、同じ体験談とかなんか言うのもなんかあれだし、新しい体験は何もないよ。何かあったかな？多分何もない。ストーカーに会ってない。最近変わったこと。
ない。ないかな。ないね。全然話が変わるんだけど、例えばね、毎日同じ時間帯にピンポンじゃなくてノックが聞こえたりするのってどう思う？別にあるわけじゃないよ。必ずだいたい、まあ、なんていうの、ちゃんと時間見てるわけじゃないけど、だいたい同じぐらいの時間帯にコンコンコンってあって、はいどうぞとか言っても誰かがいるわけでもないみたいな、気のせいかっていうのが続いたらどう思う？夜中じゃなくて昼間だとして、夜中だったら怖いけど、そらどう思う？どう思う？昼間ね、新聞の勧誘、空き巣の留守確認、へえ、ありえるね。絶対ありえると思う。いや、そっかそっか。人が本当に怖いんだよ。結局、なんか幽霊とか、なんか霊とかよりも人間が一番怖いよ。なんか前も話したけど、なんかとある女の子が、なんか歩いてた時に、じゃない。なんかとある男の子が、なんか、なんだろうな、何か落としたときに、なんか女の子に拾ってもらって、これ落としましたよって拾ってもらって、で、ありがとうございますみたいに、それはそれで終わったんだけど、その男の子が、なんかその女の子に、のこと好きになっちゃって、なんかストーカーをするようになって、で、なんか、その男の子、なんか、なんか女の子と話すことがすごい苦手で、なんか前も話したでしょ？なんか幽霊とかよりも絶対人間の方が怖いって思うのが、その男の子は、その女の子に自分の気持ちを伝えるのに、何をしたかというと、毎日その女の子の帰ってくる前に、家の前に自分の体の一部を少しずつ置いていくっていう方法を取ったのね。で、なんか初日は髪の毛。で、二日目は、なんか爪を切ったやつとか。で、三日目は、なんか自分の体の一部切ったやつ。で、最後に、目玉をくり抜いて、置いといた、みたいな。まあ、結局ストーカーで捕まったっていう、なんか実話を元にした話なのかな。
なんかそういうのがあるんだよね。なんか毎日毎日その女の子が学校に通う道で待って話しかけるわけでもなくずっと見てる。で女の子はすごい怖かったんだけど、その人がやってるって分かってたんだけど、帰るたびにその袋を開けるといろんなもん、なんかそのいろいろ入ってて、最後にその目玉が入ってたから警察に通報したっていう話。いや、だから結局人間が一番怖いんだよね。で、実は、うちのマンションの近所でも、女子大生がストーカー殺人に遭ってて、今はもうね、何年か過ぎたから、もう多分新しい人入ってると思うんだけど、ある時、なんかそのマンションを取り囲むように、救急車と、パトカーと、すごい大騒ぎしてた時があったの。それが何だったかっていうと、殺人事件があって、で、実はそこの大学生の女の子が、その警察に、ストーカーされてますっていう、のを言ってたんだけど、動いてくれなくて、結局殺されたんだけど、殺され方がひどくて、体を手足、首、胴体全部バラバラにして、押し入れの中に詰め込まれて、で、亡くなってたらしいの。なんか近所でなんかそういうのがあると、ちょっと怖い、かった時期があった。いや、でも、あり得るんだよ。で、なんか、最初、なんていうの?なんかね、しばらく多分誰も入らなかったと思うんだけど、最近は多分、もう忘れられてっていうか、なんか表記する必要もないんだと思うんだけど、何人か住んだからだと思うけど、多分普通に入居者がいるんじゃない。安いもんね、事故物件ってね。まあ、聞いたらね。でも一人住んでしまえば表記する必要ないかな。そうそう、そういう物件に2週間か1ヶ月か、なんか期間決まってるけど、住むアルバイトがあるんだよね。住んでしまえば、記載する必要もなくなるから、次の人からは。一人目は、記載する義務があるし、言わなきゃいけないけど、一人が住んでしまえば、次のお客さんに関しては言う義務はなくなるんだよね。いや、でも事故物件ね、よくよく考えてみると、ほとんど事故物件ばっかりじゃないな。ねえ。割とね、事故物件って多くて、そのサイトは本物じゃないかもしれないけど、割と事故物件って多いんだよね。大きかれ小さかれ事件の内容がね。いや、別になんか殺人現場になりましたとかじゃなくてもね。いや、病死はわからないけど。いや、だから、みんなが、
今寝てるそこの場所、もしかしたらかもよ。ということで、そうそうそう、天井を見てみてって言うけど、何か気配を感じたら、だいたいみんななんか横の方とかキョロキョロするじゃん。後ろだったり、横だったり、まあ、下だったり、結構キョロキョロするけど、だいたい幽霊とか霊って、上から見てるから、気配を感じたら上を見てみると、もしかしたら何かあるかもしれない。でテレビでやってた。ていうことで、お疲れ様でした。ちょうど、時計は444でちょうどいいですね。じゃあ、お疲れ様でした。またよかったら、遊びに来てください。お相手は、トッシーでした。バイバーイ。バイバーイ。